ノテチ川は、ポーランド中部を東西に流れる河川である。長さ3 8 8トルはポーランド7位で、流域面積は17,330平方キロメートルに及ぶ。バルタ川の最大の支流で、オーデル川を経て、バルト海に注ぐ。ドイツ語では、ネッチェ川と称される。クヤビポモジュ県西南部の丘陵地帯に発する。 ビスワ川沿いの大都市ブーツワベクの南、バルタ川沿いの小都市港の北にあたる。クヤビポモージュ県の西部をビスワ川に平行に北へ、流れ、ナクーナードのテチョン付近で西へ向きを変え、ビエルコポルスカ県とルブシュ県の低地帯を流れ、ゴジュフビエルコポルスキ市の西でバルタ川に注ぐ。途中、北のポメラニア南部の丘陵地帯からドラバ川などが合流する。主な町は、 イスビカ・クージョスカ、クルースウイカ、ピコスク、バーシン、レイブシン、ナクーナードのテチョン、ジシ、チャルンクフ、ビエレニ、クシュビエルコポールスキ、ドレゼンコなど、ナクーナードのテチョンから、ビスワ・カワカリュの大都市ブイドゴシュチュの間は、1772年から1774年にかけて建設された。 ブイドゴシチューンガで結ばれており、オーデル川はバルタ川水系とビスワ川水系とを結ぶポーランドの内陸水運の重要な路線になっている。ノテチ川は最終表記に氷床の円に沿って東西方向に流れた大きな川の跡である渓谷地帯ウーアシュトロオムタールを流れる。氷床の大きさが異なった時期に形成されたウーアシュトロオムタールは ドイツ北部からポーランドにかけての広い範囲に、東西方向に3本走っているが、のてち側は、ポーランドのトルンから、ドイツ北東部のエバースバルデにかけて形成された、トルニエバースバルダーウアシュトロームタールに沿って流れる。特に、ドラバ川との合流点から、下流、ルブシ県の北東部では氷河により形成された地形が、顕著である。下流地域は、 ブランデンブルク選定工領に属したが18世紀以前は、ほとんど無人に近い寂しい地域であり、この周辺での手地川を渡る城格都市は、ドリー以前と残党府くらいしかなかった。中流域以上では、中世にはポーランド王国の北の守りとなる城塞が熱江、川流域に多く作られたため、後にドイツ人が建てたポメラニア公国の国境は、熱江川よりも北にあった。 中世には、ドイツ人の東方植民が進んだが、小宅地であるネッツェ川沿いには、わずかな入植者しか住まなかった。ブランデンブルク選定校、ヨアヒム・フリードリヒは1603年に、ドリーゼンに要塞を築き、ポーランドとの国境に近いネッツェ川下流部の入植を開始したが、湿地の排水が進まず1728年までに、作られた村はほんの少しであり、 イノシシの方が人間より多い状態であった。プロイセン王国国王、フリードリヒビルヘルム一世は、領内の小宅地の干拓やユグノー移民誘致を進めたが、ネッチェ川沿いの開発も進めようとした。1736年のバールタ川洪水の後に、湿地帯の干拓事業が本格化した。1763年まで続いた7年戦争で、干拓は中断したが、 1769年には、干拓が完了した。1772年の第一次ポーランド分割で、ネッツェ川中流域は、プロイセン王国の領土となった。ポーランドに残ったポズナンなどバルテ川流域も、1793年の第二次分割では、プロイセン領となり、この際に、ネッツェ地区は、西プロイセンと新設の南プロイセン領、 ナポレオン・ボナパルトに対する敗北でプロイセンは、ネッツェ川流域を失い、ワルシャワ公国の領土となったが、1815年のウィーン会議で再度プロイセン領となった。この周辺への移民の多くは、ポーランド出身のドイツ人であった。19世紀には洪水を防ぐためさらに多くの堤防やダムが築かれたが、毎年のように洪水は起こった。 第一次世界大戦から第二次世界大戦までの間、ネッツェ川下流はプロイセン州のブランデンブルク州に、中流の一部はネッツェ川から北へ、若干離れたシュナイデミュールをシュートとする、ポーイコール西プロイセン州になり、上流はポーランド領となった。世界恐慌の時期には、ドイツ政府は失業者を雇い堤防やポンプ施設を作らせる事業もいった。 1945年以後は流域全域からドイツ人は追放され、ポーランド人が主な住民となった。ありがとうございます。